この星の扉を開ける。神よ、我が魂に応えよ。来い、地に引きずり下ろし我が身の一部としてくれよ。今や神も人も全て私の中だ。協力感謝するよ諸君。神だと？そんなことができるんだよ、膨大なエネルギーがあればな。エネルギー？賢者の意志？まさか、じゃあもうみんな賢者の意志に。一体何人犠牲にしたんだい？この国の人口は約5000万人だ。人間からは賢者の石が、賢者の石からはホムンクルスができる。ではホムンクルスからは何ができる？何を生む？破壊しかもたらさぬ存在を神と呼べるのか。究極の存在にでもなったつもりだろうが、どん詰まりなんだよお前は。そうかね、ならば人を産もう。もう慌てるな。この国の人の魂はまだ完全に奴のものにはなっていない。奴に賢者の意志を使わせる。少しずつでも削り取っていけばいつか限界が来る。とりあえずこいつをぶっ飛ばせばいいんだな。兄さん、みんなを取り戻そう。僕に任せて。行くぞ。はっ、行くよ。はい。この国は人々をお前の好きにはさせん。死ぬまで殺すだけだ。接近戦を仕掛ける。誰だと聞かれりゃ主婦だと名乗る。奴への攻撃を続けてくれ。この間の防御は任せろ。人間ごとき私には指一本触れることはできん。こいつ攻撃が効かないのか。消し尻水でも構わん、ガンガン行け。あーくそ、言われなくてもやってやる。格の違いを見せてやる。いける。兄さんの攻撃が効いてる。あまりここを壊したくはないのだが、
まあ後で再生すればいいだけだ。さらばだ人柱諸君。まさか、みんな俺のそばに来い。頼む、みんな力を貸してくれ。ほう、たかだか50万人分の賢者の石で頑張るものだな。だが時間の問題だ。神を手に入れた私は今や手のひらの上で疑似太陽を作ることも可能だ。消えてうせろ錬金術師。時のために俺の中の賢者の石を頭を各地に配置しておいたのさ。縁というファクターがなければ力は発動せん。縁ならあるさ。空から降ってくる飛び切りでかくてパワーのあるやつがな。一色によって大地に落ちる月の影、本影だ。邪魔をするか、ホーエンハイム。そのためにここに来たんだよ、ムンクルス。ボロボロだな俺たち。かっこ悪いったらありゃしねえ。でも生きてる。うん、生きてる。痛みなき願いなど叶わないと。痛みを伴わない教訓には意義がない。あれ、あれ、アルフォンス。こんなことがあってたまるか。こんなはずじゃ。持っていかれた。人は何かの犠牲なしに何も得ることなどできないのだから。この地上に生ける神の子らよ、祈り信じよ。されば救われん。私は太陽神の代理人にして。ラジオで宗教放送なんだこりゃ。いや俺にとっちゃあんたらの方がなんだこりゃなんだが。あんたら大道芸人かなんかかい。あのなおっちゃん、俺たちのどこが大道芸人に見えるってんだよ。いやどう見てもそうとしか。ここらじゃ見ない顔だな。旅行？うん、ちょっと探し物をね。ああそういうことかい。ごちそうさん。じゃあ行くか。なあ、ちょっと困るなお客さん。だいたいそんな格好で歩いてるから。悪い悪い、すぐ直すから。直すからって。まあ見てな。そんじゃ行きます。これでいいかな。な、こりゃ驚いた。あんた奇跡の技が使えるのかい。なんだそりゃ。僕たち錬金術師ですよ。エルニック兄弟っていや結構名が通ってるんだけどね。おお、聞いたことあるぞ。鋼の錬金術師エドワード・エルニック。いや、あんたが噂の天才錬金術師。なるほど、こんな鎧を着てるから二つ名が鋼なのか。うん、僕じゃなくて。え、うちのちっかいの。誰がマネズメどちみか。僕は弟のアルフォンス・エルリックです。俺が鋼
鋼の錬金術師エドワード・エルリック。お、こんにちは、おじさん。あら、今日はなんだか賑やかね。お、いらっしゃい、ロゼ。今日も教会に？ええ、お供え物。あら、見慣れない方が。錬金術師さんだとよ。探し物してるそうだ。探し物、見つかるといいですね。レト神のご加護がありますように。ロゼもすっかり明るくなったな。ああ、これも教主様のおかげだ。へえ。あの子ね、身寄りもない独り者の上に去年恋人まで事故で亡くしちまってさ。あん時の落ち込みようと言ったらかわいそうで見てられなかったよ。そこを救ったのが創造したる太陽神レトの代理人コーネロ教主の教えだ。生きる者には不滅の魂を、死せる者には復活を与えてくださる。その証拠が奇跡の技さ。お兄さんも一回見に行くといいよ。死せる者に復活を。ねえ、不散くせえな。兄さん、どうする？一度見に行ってみるか、その奇跡の技っての。教主様、教主様、奇跡の技を。どう思う？どうもこうも、あの変性反応は錬金術でしょ。それにしては法則が。お二人とも来てらしたのですね。あんたはさっきの。どうです、まさに奇跡の力でしょう。コーネロ様は太陽神の巫女です。いや、あれはどう見ても錬金術だよ。コーネロってのはペテン野郎だ。でも法則無視してんだよね。法則？一般人が見たら錬金術ってのは無制限に何でも出せる便利な術だと思われてるけどね。実際にはきちんと法則があって、質量が1のものからは同じく1のものしか、水の性質のものからは同じく水の性質のものしか錬成できないんだ。つまり錬金術の基本は等価交換。何かを得ようとするならそれと同等の代価が必要ってことだ。その法則を無視してあのおっさんは錬成しちまってんだ。だからいい加減奇跡の技を信じたらどうですか、お二人とも。兄さん、ひょっとして。ああ、ひょっとするとビンゴだぜ。お姉さん、僕この宗教に興味持っちゃったな。まあ、やっと信じてくれたのですね。どうぞこちらへ。教主様は忙しい身でなかなか時間が取れないのですが、あなた方は運がいい。悪いね。なるべく長話しないようにするからさ。ええ、すぐ終わらせてしまいましょう。このように
何をなさるのですか。これは教主様の命だ。教主様のお言葉は我らが神のお言葉。これは神の意志だ。ひどい神もいたもんだ。まったくもう、兄さん、ここは僕に任せて。行くよ。はい。弟撃たれて黙ってられっか。これはね、人として犯してはならない神の聖域とやらに踏み込んだ罪とかいうやつさ。僕も兄さんもね。エドワードも。ま、その話は置いといて、神様の正体見たりだな。そんな、何かの間違いよ。なあ、もうこの姉ちゃんはここまでされてまだペテン教師を信じるかね。ロゼ、真実を見る勇気はあるかい。神聖なる教会へようこそ。教義を受けに来たのかね。ああ、ぜひとも教えてほしいもんだ。せこい錬金術で信者を騙す方法とかね。さて、何のことやら。私の奇跡の技を錬金術と一緒にされては困るね。賢者の石使ってんだろ。例えばその指輪がそうだったりして。さすがは国家錬金術師、すべてお見通しというわけか。ご名答。伝説の中だけの代物とさえ呼ばれる幻の術法増幅器、わずかな代価で莫大な錬成を行える。探したぜ。なんだその物欲しそうな目は。この石を使って何を望む。金か名誉か。あんたこそペテンで教祖に収まって何を望む。金ならその石を使えばいくらでも手に入るだろう。金ではないのだよ。むしろ私のためなら喜んで命も捨てようという従順な信者こそが必要だ。素晴らしいぞ。死をも恐れぬ最強軍団だ。見ているがいい。あと数年の後に私は国を切り取りにかかるぞ。いや、そんなことはどうでもいい。単刀直入に言う。賢者の石をよこしな。そうすれば町の人間にゃあんたのペテンは黙っといてやるよ。はっ、この私に交換条件とは。貴様のようなよそ者の話など信者どもが信じるものか。奴らはこの私に心酔しておる忠実なしもべだ。確かに信者は俺の言葉には耳も貸さないだろう。けど彼女の言葉にはどうだろうね。ロゼ、
一体何がどういう。教師様、今おっしゃったことは本当ですか？私たちを騙していらっしゃったのですか？奇跡の技は、神の力は私の願いを叶えてはくれないのですか？あの人を蘇らせてはくれないのですか？確かに神の代理人というのは嘘だ。だがな、この石があれば生体の錬成も、お前の恋人を蘇らせることも可能かもしれんぞ。ロゼ、聞いちゃダメだ。ロゼ、いい子だからこちらにおいで。行ったら戻れなくなるぞ。お前の願いを叶えられるのは私だけだ。そうだろう。最愛の恋人を思い出せ。さあ。二人ともごめんなさい。それでも私にはこれしか、これにすがるしかないのよ。いい子だ、本当に。さて、我が教団の将来を脅かす異教徒は速やかに粛清するとしよう。この賢者の石というのは全く大した代物でな、こういうものも作れるのだよ。キメラを見るのは初めてかね？ん？どうした猫野郎、しっかり味わえよ。ロゼ、よく向いておけ。これが人体錬成を、神様とやらの領域を犯したトガ人の姿だ。鋼の技師オートメイル。ああ、そうか、鋼の錬金術師。降りてこいよ、ドサン流、格の違いってやつを見せてやる。なぜこんなガキが鋼なんぞといういかつい称号を掲げているのか不思議でならなかったが、そういうわけか。ロゼ、この者たちはな、錬金術師の間では暗黙のうちに禁じられている人体錬成を、最大の禁忌を犯しおったのよ。キメラか、嫌な趣味してるな。行くよ。はい。ここは俺のスキルに任せろ。これでも食らえ。そうだな、これを使えば人体錬成も成功するかもな。勘違いすんなよハゲ、石が欲しいのは元の体に戻るためだ。もっとも元に戻れるかもだけどな。教師さん、もう一度言う。痛い目見ないうちに石を僕たちに渡してほしい。神に近づきすぎ地に落とされた愚か者どもめ。ならばこの私が今度こそしっかりと神のもとへ送り届けてやろう。うわあ！あ
一旦出るぞ。出口はこっちで操作せねば開かぬようになっておる。ああそうかい。バカだ。出口がなけりゃ作るまでよ。この教会マジでけえな。信者も多いしよ。あのペテン教師の影響力は絶大ってことか。兄さん、どうすればいい？見せしめだ！貴様！こいつら倒すしかねえな。それくらいじゃ僕たちは止められないよ。行くよ。はい。はっ。左のやつとの相性に気をつけろ。ある。右のやつは任せろ。俺の属性なら有利に戦えるはずだ。面白いじゃねえか。僕に任せて。覚悟しやがれ。逃がさねえ。お、この部屋は放送室よ。教師様がラジオで協議をする。ほほあ、なんかいやらしいこと考えてる。さっきの話だけど、まだ信じられない。そうまでしないと錬成できないなんて。言ったろ、錬金術の基本は等価交換って。何かを得ようとするなら、それなりの代価を払わなければいけない。でも、そこまでの犠牲を払ったからには、お母さんはちゃんと。人の形をしていなかった。人体錬成は諦めたけど、それでも兄さんは僕の体だけでも元に戻そうとしてくれてる。僕だって兄さんを元に戻してやりたい。でもそのリスクが大きいのは、さっき話した通り、報いを受け命を落とすかもしれない。僕たちが選んだのはそういう業の道だ。だからロゼ、君はこっちに来ちゃいけない。小僧、も
逃がさんぞ。やれやれ、あんたを信じてる人たちもかわいそうなことだ。忍者どもなぞ戦のための駒だ。ただの駒に同情など不要。錬金術と奇跡の技の区別もつかん信者を量産して駒はいくらでも補給可能。何がおかしい。だからあんたは三流だっつんだよ、このハゲ。これなんだ。いつからだ。最初からもう全部ダダ漏れ。なんだ、なんだ。やるしかねえ。てか、そんな。ロゼ、真実と向き合う覚悟があるのなら僕たちと一緒に教会へ行こう。教会の奴らまた襲ってくるだろうな。ついてくるなら戦いの準備は怠るなよ。賢者の石が待ってる。行くぞ。違うってよ。私は諦めんぞ。この石がある限り何度でも奇跡の技で。教師様、
リバウンド？どういうことだ？この賢者の石さえあればお前たちなど相手ではない。大丈夫ですか？わかりました。くそ、貴様らのせいでこんなことに。許さんぞ。罪人め。神よ、私たちをお守りください。これ以上誰も傷つかないように。信じていればきっと。神の元へ送ってやろう。ふん、はっ。おっさん、あんた町の人間騙すわ。俺たちを殺そうとするわ。ざけんなよ、こら。神の鉄杖くらっとけ。格の違いを見せてやる。ああ、いった。壊れた。どういうことだ。完全な物質であるはずの賢者の石がなぜ壊れる。知らん知らん、私は何も聞いてない。石がないと私は何もできん。助けてくれ。やっとお前の体を元に戻せるかと思ったのにな。僕より兄さんの方が先だろ。オートメールはいろいろ大変なんだからさ。しょうがない。また次探すか。そんな。嘘よ、だって。生き返るって言ったもの。諦めなろうぜ、元から。なんてことしてくれたのよ。これから私は何にすがって生きていけばいいのよ。教えてよ、ねえ。そんなこと自分で考えろ。立って歩け。前へ進め。あんたには立派な足がついてるじゃないか。兄さん、ロゼ、大丈夫かな？大丈夫だろ。自分で前に進むしかないんだ。ロゼも、俺たちも。あんな小僧に私の野望、この…冗談じゃないぞ。これまでどれだけの投資をしたと。本
せっかくいいところまで行ったのに台無しだわ。困った教師様ね。久しぶりに来てみれば何この騒ぎ。あんたたちどういうことだ。あんたがくれた賢者の石壊れてしまったじゃないか。いやあね、あなたみたいなのに本物を渡すわけないじゃないの。この石を使えば国を取れると言ったではないか。そんなことも言ったかしら。こっちとしてはこの地でちょっと混乱を起こしてくれるだけでよかったのよね。ねえラスト、このおっさん食べていい？食べていい？ダメよグラトニー、こんなの食べたらお腹壊すわよ。どいつもこいつも私をバカに。あなたもう用済みよ。はあ、せっかくここまで盛り上がったのにまた一からやり直しね。お父様に怒られちゃうわ。さて次はどんな手を使おうか。おや、食べちゃいけないったら。もうすぐ記者が来るよ、兄さん。ロゼや町の人ともお別れか。この道を進むって決めてから人との関わりが増えたよな。中には俺たちを支えてくれる人もいる。うん、これからの旅でも一緒に戦ってもらえたら心強いよね。勘弁してくださいよ。俺らを過労死させる気ですか。ああ、ついでに言っとくと、誰も乗ってないね。噂には聞いてたけど、これほどとは。東の終わりの町、ユースウェル炭鉱。なんか炭鉱っていうともう少し活気あるもんだと思ってたけど。何？炭鉱？どこから来たの？石は？宿は決まってる？
あ、いや、ちょっと。親父、客だ。おう。人の話聞けよ。よく来たな。いや、誇りっぽくてすまねえな。観光の給料は少ないんで、こっちと二足のわらじってわけよ。ところで、一泊二食二人分でいくら？あきいぞ。ご心配なく、結構持ってるから。20万。ぼったくりもいいとこじゃねえかよ。だから言ったろ、高いって。冗談じゃない、他当たる。逃がすか、金づる。諦めな兄ちゃん、よそも同じ値段だよ。足りん。こうなったら錬金術でこの石ころを金塊に変えて。金の錬成は国家錬金法で禁止されてるでしょ。バレなきゃいいんだよ、バレなきゃ。兄さん、悪。親父、この兄ちゃん錬金術師だ。いや、嬉しいね。久しぶりの客が錬金術師とは。俺も前にちょいとかじっててな。まあ俺には才能がなかったんで研究はやめちまったが。そういや、名前聞いてなかったな。ああ、そうだっけ、エドワード・エルリック。錬金術師でエルリックって言ったら国家錬金術師の。まあ一応。出てけ。わあ、俺たちは客だぞ。けー、ペペペペ、軍の犬にくれてやる飯も寝床もないわい。まあまあ、やるしかねえ。てか、任せろ。ユッサン、僕に任せて。覚悟しやがれ。逃がさねえ。とっとに来やがれ。はい。
行くよ。はい。手置きのプレゼントだぜ。わかりました。出てけ。これでも食らいな。任せろ。前へ進むって決めたんだ。えらい嫌われようだね。ここを統括してる良き注意ってのが金の亡者でさ、もう最悪。今の鍵は金で買ったのさ、ヤサ。ここの権利も握ってやがって、俺たちの給料はスズメの涙。お上に文句言おうにも、奴ら良きと賄賂で繋がってるから握りつぶされ。そこに国家錬金術師と来たもんだ。錬金術師を大衆のためにあれ、術師の常識でありプライドだ。数々の特権と引き換えとはいえ、軍事国家に魂売るような奴、俺は許すことはできん。おや？相変わらず汚い店だな、ホーリング。ああ、これは注意殿、こんなむさ苦しいところへようこそ。このところ税金を滞納しておるようだな。お前のところに限らず、この町全体に言えることだが。すみませんね、どうにも稼ぎが少ないもんで。ふん、そのくせまだ酒をたしなむだけの生活の余裕はあるのか。ということは、給料をもう少し下げてもいいということか。このふざけんな！のガキ！子供だからとて容赦はせんぞ。の、どこの小僧だ。いや、注意さんが見えてるってんで挨拶しとこうかなーと。大相当紋章の銀時計だと。国家錬金術師。注意殿、何なんですかこのガキは。バカ者、国家錬金術師を知らんのか。大相当府直轄の機関だぞ。これはチャンスだ。ここで好印象を与えておけば中央にコネを作れるかもしれん。部下が失礼いたしました。私、この町を治める良きと申します。さあさあ、こんな汚いところにおらずに。田舎町ですが、立派な宿泊施設もございますので。そんじゃお願いしますかね。ここの親父さん、ケチで止めてくれないって言うんで。
いいか、貴様ら。税金はきっちり払ってもらうからな。また来るぞ。くわー！ムカつく！なるほどなるほど。いいもの。行くぞ！あら、やった！兄さん、どうすればいい？させない！ユッサー！素晴らしいです。どけ！どけ！ユッサー！僕に任せて！わかりました。行くぞ！ユッサユッサー！
行くよ。はい、行くぞ。格の違いを見せてやる。行くぞ。行くよ。はい。ふん、面白いじゃね。大丈夫かな。お前たち、それでも食らいな。任せろ。あれれれれ、どうだ、見たか。どけ。行くぞ。はい。よく来たな。手置きのプレゼントだぜ。僕に任せて。わかりました。うわあ。兄さん、どうすればいい？行くぞ。ほら、こいつ。行くよ。はい。どけ。素晴らしいです。やってやる。
どけ。どれでも食らいな。させない。任せろ。覚悟しやがれ。逃がさねえ。勘弁してくださいよ。弱肉強食の世界だ。どうです、まさに奇跡の力でしょう。我が愛刀は鋼さえも貫く。よく来た。大きくなったな。その代わり特急料金がっぽり払ってもらうからね。来てもらう。我無駄口叩くんじゃねえ。部下が失礼いたしました。たまには俺たちと残業で。我が愛刀は鋼。
キメラだろうが何だろうが、キメラだろうが何。部下が失礼いたしました。仕事面倒。バリーザチョッパー、ジャクリーン、バリーザチョッパーとは、ジャクリーン、してたまには俺たちと残業デートしよう。